こんばんは、すくまです。今日はこちらの学校にフェンスを立てていこうかと思います。現在の校庭の様子がこちらです。ポールが4本立っているのがお分かりいただけるかなと思うんですけれども、これはだいぶ前にプラマル棒を使って再現したものです。だいたい長さは20センチぐらいになってまして、それを4本等間隔に並べてあります。当初はこの4本で済ませようかと思ってたんですけれども、ネットで画像を検索していくと、もう少し狭い間隔で設置されている例が多かったので、新たに4箇所穴を開けてあります。で、今回はこちらに新しくポールを作成して植えていく作業をしていきたいと思います。今ポールの先端部分を写してるんですけれども、よく見るとこの真ん中に穴が開いてるのがお分かりいただけますかね。ちょっとちっちゃくて見づらくて申し訳ございません。で、ここから横に橋渡しような形で真鍮線を設置する予定なんですよ。で、それを差し込むために少しだけ数ミリ穴を開けておきました。見えるかな。ちょっとこれがあのズームの限界なので、ね、ピントが合う範囲がこれしかちょっとね、一眼レフはないんですけど、まあこんな感じでね、先っちょだけ穴を開けてます。そのパーツをこれから上の塗装部屋で塗装していこうと思います。では久々にね、こちらの塗装部屋で塗装を行っていこうと思います。で、まあ今回も例のごとくレッドブラウンを使うんですけれども、前回塗装したのがだいぶ前だったので、ちょっとどちらの塗料で塗ったのか分かんなくなってしまいまして、先ほどこの塗料の瓶の色と照らし合わせてみたところ、どうやらミスターカラーの塗料の方が色味的に近かったので、今回はこちらを塗装していこうと思います。で、ちなみになんですけど、僕はいつも溶剤はこのガイアカラーの T01 ってやつを使ってまして、でこっちが大瓶で、こっちが中瓶になります。で、この大瓶のままスパウトで垂らそうとすると結構小回りが効かなくて、また倒した時に被害が大きくなってしまうっていうのもあるので、この中瓶に半分ぐらいに移し替えてからスパウトでエアブラシに入れたりとか、まあ、この塗料皿に入れたりとかしてます。で、この溶剤ですとかツールクリーナーもあちらにあるんですけど、そういうのを使った後に処理に困っている方もね、いるんじゃないかと思うので少し説明していきますけどね、このサルサソースの空き瓶がありまして、これの中に使い終わった溶剤とかを捨てておきます。この中にティッシュが入ってまして、このティッシュが溶剤を吸う役割を果たしてるんですね。で、全部塗装作業が終わりましたら、まあ、蓋を開けっぱなしにしておいて、こちらを換気しておくんですよ。そうすると溶剤の成分が揮発して飛んできますので、この残ったティッシュは後で分別して捨てるっていう風にすると、まあ、作業効率的にもやりやすいかなと思います。まあ、掃除で出た液体とかをこうずっとエアブラシで外に出そうとすると、それはそれで粉塵がフィルターに詰まる原因にもなりますので、まあ、できるだけこういうものに一回移して溶剤の成分だけ揮発させるっていう方がいいかなというふうには思います。窓開けろ。ではね、早速塗っていきます。まあそんなにね、手がめっちゃ触れるっていう場所でもないんで、下処理はね、特にしてないですけどね、普通にもう普段のまんまで塗料をね、吹きつけていっちゃってますけどね、まあこれでも大丈夫かなと思うんですけどね。1回目はね、こんな感じでいいかな。うん、つい忘れがちになりますよ。この先端のとこもね、塗っておくようにします。ちっちゃい目すぎとかね、結構忘れがちなんですけど、ちゃんとね、乗ってこないと後でめんどくさいことになるので。右がね、1回目の塗装が終わったもので、左が2回目の塗装が終わったものですね。まあ、ちょっと1回これでインターバルを置いてから2回目を拭くっていう感じですね。ということで2回の拭き重ねが終わりました。これからレイアウトに設置していこうと思います。体育館の横にも1本立ててありますけれども、これはこの野球の防球ネットがありますよね。ここからファールボールがこう飛んでくるわけですけれども、
多分こっちにも飛ぶ可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ったので、体育館と校舎に当たって跳ね返る分以外のここの面積に関してはネットが必要だろうっていうふうに思ったので、ポールを設置してみました。ということで今回はポールの塗装と設置を行ってきました。まあ塗装しかしてないんでね、本当に軽い工作で終わっちゃったんですけど、メッシュの素材が届きましたらそれも追加でね設置していこうと思っております。また機関区の方についてもバラストを巻いたりとか、まあ、随時ね加工を行ってレイアウト制作を進めていこうと思ってますので、まあ、今後ともご視聴よろしくお願いいたします。当チャンネルではですね、こういった N ゲージに関する情報を随時アップしておりますので、よろしければチャンネル登録をしていただいて次の動画も楽しみにお待ちください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。スクマでした。失礼いたします。